は今回は私が農業を頑張ってる宮城県川崎町です。今日参加するのは長谷倉常長祭り、サンファンバウティスタ号に乗って伊達政宗の命令でスペインとかメキシコとかイタリアの方に行った人ですね。あの時代初期まで行くのってすごいね。いやもうすごいことでしょ。いやこれがね結局川崎町という場所をまさに体現しているなと思うわけですよ。大きなことに向かって挑戦していく、そういうスピリットをですねやっぱ持った人が生まれる。これが川崎町。今日はその祭りに参加してですね、その挑戦するスピリットをね吸収して畑の方に持ってくるんですよ、うん、それでは自然豊かなね川崎町でのいろいろなね海なんかをご紹介できればと思いますんでね、今日もどうぞよろしくお願いします。まず祭り行こうか。うん、もう随分立派な人だから、坂があるの大変だね。これのさ、結構人が、うん、結構いたね、うん、ビッグイベントだねな、うん。神の笑顔、幸せを当たり前にあった日常返せよ。あのね、長谷倉常長祭りはね、うん、武将好きにはたまらん祭りだと思う。結構いっぱいだね。いや政宗さんがすごいかっこいいんだよね。佇まいから、うん、オーラからもう役になってるって感じ、うん、あもう一流芸能人の風格があるわ。 一日中伊達政宗なんじゃない。もうそうかもね。もう俺伊達政宗みたいな、うん、常長役の人も良かったよ。良かったよね、うん、あの人だから中級家臣だったから甲冑じゃなかったんだね。うん、うん、そうそう。一箇所ちょっと面白そうなとこ行ってから飯食い行こうか。うん、よし行こう。こちらが NPO 法人森の美術館という場所です。ここの中には、元地域おこし隊の隊員さんがですね、やってる雑貨屋さんとオーガニック系の食品が食べれるレストランがあります。まあ、今回はその雑貨屋さんの方にちょっと行ってみようと思いますよ。瓶持ってきてもらってもいいし、あと、なんかお家にある空き瓶とか、うん、あとタッパーとかそういうものがあれば、うんうんうん、そういうの全然よくて、うん、パンに塗って持ってきてもらうのが美味しいんですけど、うん、ごま油の代わりにピーナッツペーストであえて瓶を持ってきて、ね、でしょ、はい、ありがとう。あ、行くよ、うん、行くよ、はい、ありがとうございます。おー、おー、おで、おお、すげえ。手のひらのトントントンだって。あ、いい匂いする。すごい。すげえ匂いするこれ。かぎちゃい、かぎちゃい。すげえ。あ、すごい。これちょっとパンつけて食べてみたい、ね。早速昨日買ったパンに。お店の雰囲気もさ、うん、非常に良しだね。うん、なんかねおしゃれだったね。いや学校がさベースだからさ、うん、なんか優しいな、うん、作りが、うん。この風の写真館っていう。やつが6月18日に、ありますんでね、うん、興味ある方はぜひ概要欄の方から行ってみてください。よし、じゃあちょっと川崎のランチ食いに行こうか。姉さん、うん、長すぎた、腹減ったな、うん、カレー食いに行こう。よし、美味しかったね。お腹いっぱいだね。お腹いっぱいだよ。すごい美味しかった。ここのカレーはね本当にね、ナンバーワンにうまいよ。美味しい。うまい。あの量も半端ないですね。ログハウス。おしゃれ。でね、ここの、あの旦那さんがね、うん、テレビチャンピオン出てるんですよ。え、すごいね。そう、まあ、ぜひね、この宮城県川崎町来たら、このラップランドさんで、うん、カレーを食ってほしい。ラップ風ビーフカレー。あ、今日食べたんだ、ね。俺が、そう、俺が一押しはラップ風ビーフカレー。ピラフも美味しかった。いや、そう、景色もいいしね。落ち着く。カフェでもあるから、あの、うん、コーヒーも、ね、あ、そうなんだ。ぜひここ本当に本当に美味しいんで、ここ絶対来てください、うん、マジで。今ちょうどここ、円福寺というところに来ました。うわ、あそこにあるな。すごい高いよこれ。
これがですか。うん、お墓だそうです。あ、じゃあここでさ、この川崎町のさ地域ブランディング、その成就と俺たちの農業の成就をね、していこうやないか。はい、やってる。やっててー、やっててー。すごいすごいすごい。これ人参だよ、これ人参。うん。ヘルシー。うん。美味しいね。うん。これがね、人参なんですって。あ、そう、これね。うん。この、なんかちょっとイチジクみたいな。そう。甘露煮みたいな感じだけど。そう。キャラメリゼって言うんです。人参の味がね、しっかり。しっかりしてるね。うん、フレーバーは人参でも、うん、食べてる感じはやっぱスイーツ。で、ちょっと中に行くと、コロコロっとした人参も入ってて、はいはいはい、食感がもう人参食べてるなっていう感覚なんだけど、うん。いや、甘いよ、すごい。甘いよね。人参なのっていう感じ。うんうん。美味しいね、姉さん。うん、いい姉さんの方で、今度はね、キャロットモンブラン。すごいよ、だってさ、メニューになってるってすごくない？いや、すごいね、嬉しいね。すごいことだよ、これ。すごいことだよ、ね、嬉しくなっちゃったもん、うん、食べないとなって、うん、でも川崎町はさ、結構狭い範囲にさ、うん、回れるとこいっぱいあるからいいわな。お店も意外といっぱいあってさ、変なチェーン店がないから。そうなの。あの、地元のお店を楽しめる。そうなんです。っていうのが。そうです。そうなんですよ、人付き合いでやってる店みたいな感じなんだよ全部。うん、うん、その人情味あふれてるっていう感じはあるわな。そうそうそう、そういうところが、うん、今回なんかこう肌で実感したよね。あ、そうだね。うん、確かにいいことね、兄さんは。うん。